はい、こちらが今回のデュカトになります。これバックミラーカットカメラだね。はあ、これやっぱりバックミラーは2画面に普通にバックカチで、これは普通に後ろ、すげえ。ダイナミックバックミラーは全部 IC 製、それだけの IC 製が、はい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 、すごい。自然に中継だけが、あ、はいはいはい、書類入れはなんか2万ぐらいのオプションで、あの本革製っていうのあったけど、へえ、トリセツは日本語です。
ートの前後は日本車と一緒だけど、この傾けるのはダイヤル式。俺のバケットシートのレカルのバケットとかと一緒だと考えるけど、よく動画でこのなんか丸回すやつなんだろうと思ってたんだけど、肘掛けの高さを調整するやつなんだね。これを回すと、こっちか、回すと、回すと高さが変わる。ここにこうなんか足乗せるやつだよね。こうやってこっから後ろに行けるんだ。はい、シーケンシャル、ウインカーがなんかシーケンシャルって言ってましたね。フィアットのロゴも新しい。すごい高さもあるし、5ケツの鉄筋です。 FF だよね、225-7516、不思議なサイズ。そう、この辺になんかそうです、ボタンがあって、なんかそこから2段階ぐらいで開くんだけど、あ、車あるよ。開くんだけど、怖い怖い。このまま開く。ハイエースの大きさ変わんない？全然違うって。不思議なか。はい。おっと、これが観音開きした荷室です。広いね、高さもあるし、これは排気かな。この観音開きのドアは、おここまで、ここまで開きます。日本仕様じゃないやつはネットで見るとこの辺になんかガチャっていうのがあって、なんかそっから2段階ぐらいで開くんだけど、これはもうそのまま開くんだ、ね、ここのヒンジのところとかよくできてるよね。こういうハーネスも多分出たり入ったりするんだろうね。イージークローザーに慣れちゃってるから、ドアを閉めるときにこうちゃんとバタンって閉めないと閉まらないっていうところとかね。あとハイエースもオートだから、慣れるまではこれカチャってやるだけじゃ閉まる、あ、これまあ今違う、少し前に傾いてるから軽くだとこうちょっとハンドアになっちゃう。いやでも軽、それでも軽いよ、こんだけのでかい扉をあんくらいの力で入るんだもんね。じゃあ一席です。あ、さっきのカメラはこれか、ここにあるのか、カメラね。